あの耳だけね傾けて、あのアクタと TPP 反対の、に参加してやってるんですよ。で特に TPP の方がモンサントっていう会社がね、とんでもない会社で、そのモンサントっていうのは東銀座にビルがあってパチンコ屋なんですけど、その7階そこに交渉しに行って、せっかく交渉するんだ、するんだったら下で騒ごうっつうんで、あのモンサントを称える歌を歌いました。怪しい名前のランドア、ランドアップ知ってますか、ね、あのまくと全て助走してしまうんだけど全て殺しちゃうんです。もう一回言います。怪しい名前のランドアップ、モンサント生まれの上層剤、世界一悪質なモンサントの人口を減らす殺戮兵器、日本の畑に撒いた時作物枯れたらなんとしょう、日本の生産者の皆さんよ、遺伝子組み換えの種がある、モンサント生まれの種がある。除草剤でやってね、そのモンサントの種は大丈夫なんです。DNA でこう女性してるから。だからもうそこ、モンサントの除草、ランドアップ作ったら次の年からモンサントの種しか使えなくなってしまうんです。しかも、それ頑張って使えなかったら風で飛んでくるとどうなるの？そうするとですね、なんていうと言いがかりつけるんですね。うちの種勝手に使えなかった。で、賠償金を請求するんです。いや、もう常に起きてるんです。もうヤクザですよね。遺伝子組み換えの作物が風で飛んできたらどうなるの、モンサントの種が紛れたら多額の請求やってくる、フランス、ハンガリー、ペルーではモンサントの種を禁止した、日本の経団連の皆さんよ、TPP を結べば禁止できない、 TPP を結べば禁止できないんだそうです。だから TPP をねやろうとしてるんですよ。いろんなとこ出てきます。で、そうなったらね、それね、体に良くない、遺伝子組み換えの作物をネズミが食べたらどうなるの、肝臓の組織が壊れるよ、腎臓の組織が壊れる、軍事産業のモンサント、殺戮兵器は大手のもの、大手のもの、日本の消費者の皆さんよ、新規の生命保険がやってくる、アメリカ生まれのがん保険、民間たらこたらがん保険が来ますから大丈夫ですっていうようなことをモンさんとは申しております。ね、ピピピマザイね、